州国カリフォルルニア州ロサンンゼルス市のバンナイズにある日本庭園ティルマン水再生プラントの敷地内にあり、ロサンゼルス市水道電力局が運営している。プラント管理棟と日本庭園地図ティルマン水再生プラントは生活排水を処理、再生する施設であり、注水をサンフェルナンドバレーに提供している。庭園で使用されている水もこのプラントで浄化されたものである。 プラントの西北角にある庭園の広さは6.5エーカーで1984年に開園した。設計者はカリフォルニア大学ロサンゼルス校で建築学の教授を務めていた河名光一。庭園は南北に細長い敷地を持ち、中央には大きな池がある。庭園敷地の南側にある入り口から入った鑑賞者はまず前提に導かれる。ここには 亀の島に見立てた大きな芝の月山や石仏などが配置されている。ついで導かれる地線には大きな池を中心として滝や緑地、石道路などが配置されている。敷地北端、純野の終わりには書院作りの建物があり、四畳半の茶室と茶亭が作られている。2004年に米国の日本庭園専門誌、ジャーナルオブジャパニーズガーデニングが行った、 北米にある300カ所の公共庭園を対象とするランキングでは10位に位置づけられている。池のほとりにあるプラントの管理棟は近未来的なデザインの建築であり、日本庭園とは特徴的な対比を見せている。この管理棟とともに庭園は映画やドラマの撮影にもよく使われており、SF テレビドラマシンスタートレックシリーズでは 宇宙艦隊アカデミーのシーンに用いられたほか、様々な惑星の地上に見立てて撮影が行われた。またこの庭園は、結婚式などの行事に貸し出されることもある。プラントに名を残しているドナルド・ティルマンは、ロサンゼルス市の水道技師であり、生活排水処理システムの構築に大きな役割を果たした。ティルマンは UCLA で、ワナの教えを受けており、 水の処理を市民にアピールする方法として、日本庭園の造営を考えた。庭園は1980年から1983年にかけて造営され、正式に公開されたのは1984年6月18日である。ロサンゼルス市副市長、ナンシー・サトリーによる C40 気候変動東京会議、大都市ワークショップでの発表、気候変動と水供給。 解決策としての下水の活用で用いた日本語訳による A.B. 橋本由美子生活排水の再利用から誕生したサンフェルナンドバレーの日本庭園水カオルエンディスカバー日経ノースアメリカズトップ25ジャパニーズガーデンズスキーやリビングマガジンありがとうございます